はいどうも皆さん、ヨーソロー影丸です。今回からこちらのゲーム、新実況プレイやっていきたいと思います。これ新でいいのかな、 SIN っていうものかわかんないけれども、こちらのゲームはですね、スクエアワールドというサークルさん制作の探索ホラーゲームとなっております。フリーゲームですね。早速やっていきたいと思います。ニューゲームからスタート。スクエアワールド、誰か倒れてるね。このゲームには恐怖を与える表現が含まれています。そういうのが苦手な方は、ゲームのプレイおよびご視聴をお控えください。さて、あ、動けるね。メニューとかは特にない感じかな。これなんだ、お墓。 XXXXXXX 名前だな多分ね。3月10日何々31年だよね多分ね、から9月17日の何々47年。これは生年月日と、なんていうの、去年かな、なんていうのかね、生年月日の反対って何年だろう、去年月日わかんないけど、これってことは16しか生きてなくない、若い。あ、かっこいい。そう、あのフリーゲームが投稿されてるサイトってこうタイトルと画像とか出るじゃないですか、そのゲームをこう表す登録されてるやつ。俺結構その中からあの気になったやつを見て実況したりすることが多いんだけど、あのこのゲームもねそれと同じで、あのちょっとこう最初1個目に出た画面がかっこいいからちょっと見てみて、あ、これ面白そうつってやってるんですよ。だからやっぱり絵がかっこいい、好みだわ。ん、何も思い出せない、記憶喪失か。うん、なるほどね。お、誰か来た。あ、あ、かっこいい、好みだなこの顔、この絵柄。おはようエルムくん。エルムくん、この銀髪の子の名前かな。この出会いが永遠に続く悪夢の始まりだった。場所が変わった。あ、シーン、やっていきましょう。今自動で動いてるね。はあ、おかえり。あ、やっぱりこの子がエルム。電車だ。目を覚ました僕は何も覚えていなかった。動揺する僕の前に現れたのはスーツ姿の男、さっきの。その男はオークと名乗り僕にこう告げた。この世界に散らばる欠片を集め全てのエリアを完成させること、それが君に与えられた試練だ。試練。試練達成後僕の記憶を戻すことを条件に僕はこの試練を受けることにした。なるほど。オークは一体何者なのだろうか。各エリアには駅のような場所がある。エリアを完成させるとオークが次のエリアまで電車のようなもので運んでくれた。あ、これはじゃあそのエリア移動のアイテムというか何手段なんだね。連れて行かれるエリアはどこも薄暗く不気味な場所ばかりだ。オークの仲間だというアザレアってなんだっけ、ツツジだっけか、とフロックスはわかんない、聞いたことねえな、の助けもあり、かけらは案外簡単に見つけられた。かけらの形や大きさは様々だ。見つけたかけらはエリアの欠けている場所に持っていく。どういう感じなんだろうね、エリア、欠けたエリアってのはなんか、そう、なんかどういう感じでかけらがこう出てんのか気になるね。すべてのかけらを戻し終えたらそのエリアは完成となる。一つまた一つとエリアを完成させ、僕は今次のエリアへ向かっていた。なるほど、ある程度物語が進んだ状態で始まるのか。お、あ、かっこいい、青髪いいね。フロックス、ねえねえオーク、次はどんなエリアだっけ。さあ
どんなだったかな。忘れちゃった。あれ、おとぼけキャラか。へえ。でも多分また小さい町とか民家だよね。つまんないな。あ、そういう小さい町とかそういう限られたエリアを直していくんだ。フロックス、あなたは一体。あ、これ女の子かな。この世界に何を期待しているの。ねえ、オーク、残りのエリアはいくつ。それくらいは覚えてるでしょ。エルミに伝えなくていいの。残りのエリア。ああ、そうだ。エルム君に教えてなかったね。未完成なのは、次のエリアも合わせて、あと3つかな。あ、結構少ないね。今までどれぐらいやったかにもよるけど。あと3つ。嬉しそう。あと3つのエリアが完成すれば、僕の記憶は全て戻る。ああ、見て見て、エルム君。次のエリアが見えてきたよ。あと3つだけだからさ。ほら、そんな顔しないで頑張ろう。はい。あまり時間をかけないでね。エルム君って無口だよね。え、そうかな。エルム君、かけら探しの時とか結構僕たちに話しかけてくれるよ。オーク、実はあなた、嫌われてるんじゃない？まあ、いきなりわけもわかんない、こんな、世界でね、かけら集めろなんて言われたらそれは好きにはなれねえわな。お。なんか怪しそうだな。屋敷的な感じかな？駅らしき場所が見当たらない。エリア完成後はどこに行けばいいんだろう？後から考えよう。ほう。未完成エリア残り3つ。これが1つ目のエリアって感じかな？さあ。あ、目にある。あ、かっこいい。エルムって書いてある。かっこいい。かっこいい。ゲームエンドとアイテム。アイテム、キーアイテム、特に両方何もないか。セーブはない感じかな。ポストには何も入っていない。お、開いたね。さあ。なんだか、焦げ臭いな。焦げ臭い。キッチンとかかな。普通に考えたら、家だよね、これ。あ、なにこれ。どこかの鍵が落ちている。持ってこう。うお、びっくりした。いきなり？こういうか、そうだ、ホラー探索なの忘れてたわ。ということで皆さん、こういう感じらしいです。なんか、雰囲気が全然そんな感じじゃないから一瞬忘れてたね。鍵、あ、というかなんかこの写真ずっと鍵持ってるけど。鍵が重要アイテムかな。一回北西の、部屋の鍵。オッケー。うわ、雰囲気怖えな。焦げ臭いのは何でなんだろう。メモがある。パパもママもお仕事で、今夜も帰りが遅くなるから夜ご飯は二人で食べてね、ママより。うん、双子に向けてって感じかな。ここは何もねえな。左。お、倉庫的な感じか。あ、これ床が抜けてんのか。じゃあいけねえな。また後々って感じか。お、あ、びっくりした。誰。ああ、アザレアちゃんか。あたしね、人より鼻が利くのよ。この家、焦げた匂いに混ざって、血と灯油のような匂いがするわ。血と灯油、あ、セーブしてくれんの？ありがとう。セーブの音怖っ。血と灯油か。やだね。あ、ここかな？鍵。オッケー。あ、人の影。僕はお兄ちゃんだから、勉強しなくちゃいけないんだ。そうだ、僕、お兄ちゃんだから。一つ問題を出してあげる。あ、急だね。もし正解したら僕の大切なものを君にあげるよ。あ、マジでありがとう。赤の他人なのに。じゃあ準備いいよ。じゃあ問題。お金と靴で遠足。紙とリンゴで舞妓さん。車と鉛筆なら何ができる？ごめん。どういうこと？紙とリンゴで舞妓さんがわかんない。お金と靴があったら遠足できるのはわかんだけど。車と鉛筆なら何ができる？待て。紙、リンゴ、舞妓さん、お金、靴、遠足。あ、あ、円と足。紙とリンゴ、舞妓さん、舞、あ、1枚、リンゴ、1個2個、あ、
す、待って、ちょっとやばくない今の俺の冴え方。勝ち申した。車と、なんつった車となんつってた、やべえ。でも、車1台2台だから台本だよね、多分。台本、だろ。正解。えへへ、簡単だったかな。約束通り僕の大切なものをあげるね。クイズの景品に丸いかけらをもらった。あ、かけらだ。楽しかったよ。もしまた会えたらその時は、もっともっと難しい問題を出してあげるからね。そのエリアの、なんか、過去の記憶的なものが見えてんのかな、今のは。ちょっとわかんねえけど。参考書がたくさん並んでいる。うん。かなり荒らされている。埃をかぶったおもちゃが並んでいる。うん。なるほどね。ちょ、セーブしよう。よいしょ。かけら一個手に入れたね。あ、またいるな。こういう感じで人影から、もらっていく感じか？鏡に姿が映らない。誰も遊んでくれないの。びっくりした。ああ、びっしょ。ちょ、引き出しの音怖っ。誰も遊んでくれないの？どうしたどうした？ないの。私のリボン。リボン？ちょ、探してくるか。リボン？二階、ちょ、とりあえず一階見たしないから二階行ってみるか。もういい階だって。まだだよ。窓から駅が見えたよ。すぐ近くにあるみたいだけど、どうやって行けばいいんだろう。うん。外か。なるほどね。お。ここも部屋だね。特に気になるものはない。様々な種類の本が並べてある。気になるものはない。うん。特になんもねえな。リボンとかだったらやっぱクローゼットとかにありそうなもんだけどね。ダメかね。別のところかな。ちょっと BGM が怖いね。うわぁ。お、丸いかけらが光り出した。お、あ、なるほど。そのエリアで手に入れたかけらをそのエリアの場所で修復していくんだ。なるほどね。それで、全部完成したら駅に乗って次のエリア。なるほどね。理解した。かけらを集めてもどっかに持っていくわけじゃないんだ。その場その場だなのね。オッケーオッケーオッケー。来た。あ、なんか箱がある。反対側からか。アタッシュケースがある。鍵が開いてる。何も入ってない。これは私のもの。誰にもあげない。え？中身は君が持ってるの？あ、このクマちゃん？あげない。あげない。何を言っても無駄そうだな。しょうがない。確か台所に。台所に？なんかあったっけ？増加。ただの空き箱。うん。リボンとか持ってそうだな。その前にちょっと、このエリア探索しようか。よし。あ、ここも欠片がないとダメな感じか。今、とりあえず二つ見つけたね。この床が抜けてるところ。お。特になんもねえか。母親のものと思われる日記だ。5月19日、晴れ。お兄ちゃんが、小学校に入学して今日で1ヶ月になる。友達もたくさんできたらしく、いつも嬉しそうに話をしてくれる。6月8日、雨。家計が苦しくなり、私も働くことになった。お兄ちゃんは最近勉強ばかりしている。でも遊んでもらえなくなった妹がかわいそう。7月10日、曇り。気づけば娘のためのおもちゃやぬいぐるみの数がかなりの量になっていた。お金は減るばかりだけど、娘に喜んでもらえるな。え？7月23日、私、農家のこれ、かわいい大切な娘か。ほとんど汚れていて、これ以上読むことができない。病んでんな。うわ、びしょ！あ、なに？びっくりした。なんだこれ。重たいかけら。やだ。気になるものない。幸せそうな夫婦の写真だ。いや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 、急にやめてよ。よしよしよし、これ下ないよね。よし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 。重たいかけら手に入れた。重たいかけらどこだ？ここか？あ、ここっぽい。オッケー。ここも直ったね。オッケー。特になんもねえかな？特になんも、情け。うん。これなんだろう？わかんねえな。とりあえずこの部屋に特に気になるもんないか。
オッケー。よし、じゃあちょっと、なんだっけ、キッチンか、行ってみよう。ここか。キッチン。確かキッチンに行って言ってたけど、なんか、あるか？お菓子と交換とか。あ、少し借りるね。うわ、包丁手に入れた。エルム君えぐいな、なんか。思いのほか発想がえぐいね。100% 引き裂いて取る気だよね、これね。でもそういう、ちょっとこう、冷静な、イケメンも、やっぱり人気よね。それを渡してくれないか。どうしても必要なんだ。やだ、あげない。別に、嫌ならそのまま持ったままでもいいよ。力ずくで奪うから。ぬいぐるみを包丁に突きつけた。嫌だ、怖い、それ、怖い、許して、それ、嫌だ。こうでもしないと、この子は言うことを聞かないだろうからな。なんで？これ、ちゃんと君にあげるから、お願い、許して、それ、怖い。髪飾りをもらった。うわ、あ、またか！うわ、もう、もう、びっくりした。髪飾り、これがリボンか。よし、いいぞ、順調だ。もう、びっくりするからさ。あ、じゃ、ここじゃない。どこだっけ？一階か。もう、びっくりする。いた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 。ほら、リボンだよ。ほら、君のリボンならここにあるよ。だからもう、泣くのはやめよう。ね。髪飾りを渡した。私のリボン。私のリボンだ。ありがとう。お兄ちゃんのお名前は？僕の名前。エルムだけど。エルム。エルムお兄ちゃん。いい名前ね。エルムお兄ちゃん、私と遊んで。ね、いいでしょ？これがさっき言ってた、遊んでもらえなくなったかわいそうな妹ちゃんかな。悪いけど、そんな時間は。じゃあ、私が隠れるから、お兄ちゃん探してね。あ、言うこと聞かねえタイプの子だ。ちょっと少女の影はどっか行ってしまった。早く見つけに行くか。もしかしたら、かけらの場所を知ってるかもしれない。うん。隠れたってのは、こん中じゃねえのか。どっかか。隠れられそうな場所あった？どこだろう。こういうとこ？こういう机の下とか？隠れられそうなとこってどこだろう。あんま思いつかねえけど。キッチンは？あ、机の下とか怪しくない？違うね。どこだろう。2階かな。見つけちゃうぞ。なんか今恋しなかった？気のせいか。ごめん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 。いや、なんかちょっとエルム君ちょっと怖いんだけど、すぐ包丁とか持ち出しちゃうもんね。こん中か。あ、違う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 。ふいふい。あ、いたー、見つけた。ああ、見つかっちゃった。逃げろ。また逃げられた。また探すのか。逃げ足が早いな。逃げ恥。それ逃げ恥。逃げ足ではない。クローゼットここか。開いた。また見つかっちゃった。エルモお兄ちゃん探すの上手だね。いやいや。ああ、楽しかった。遊んでくれてありがとう。これ、エルモお兄ちゃんにあげる。お、いびつなかけらを受け取った。なんか、少女のこの、屈託のないこの感じに反して、かけらがいびつって怖いな。最後のかけらは、あの子が持っていたのか。あと完成していない部屋は、下のとこだね。行こうか。さあ、割とサクサク進むけど、ちょっとストーリーが見える感じが、いいな。ここだよね。いびつなかけらが光り出した。だいぶボロボロだな、この部屋だけ。ひどいな。どうなってんの、これ。ダイヤル式の鍵。うわ、わかんねえ。さっきの日記とか関係ありそうだけど。火災の写真だ。火災の写真？どうやって、撮ったのよ。壁に小さな穴が開いている。中に手を入れてみますか？入れてみよう。怖いもの知らず、エルム君。
嘘よって嘘でしょ。マジでか。ちょっと怖すぎない？ちょっと、しかも一瞬ちょっと今アイルム君に声があったね。かっこいい。ちょっとで、ダイヤル式でしょ？さっきのお母さんの日記かな。どこだったっけ？ここか。ちょっと見てみよう。一応ちょっとメモしといていい？5月19日、6月8日、7月10日、7月23、多分これだと思うんだよね。これで行ってみるか。オッケー。ちょっとさ、びっくりした、もう。素でびっくりした。これキャラデザがいいな、マジで。あとこの程よい怖さもいいな。ちょっと、あ、違う。0、7、2、3。あ、来た。小さな欠片を手に入れた。欠片か。どこか見落としがあったのかな。そうだ、駅。小さな欠片が光り出した。お、なに、あ、燃えてる。部屋が燃え始めてる。あの欠片が、最後の欠片は、この火災の、この家の記憶だったってことか。いや、そんなことを考えてる場合じゃない。フロックスとアザレアに伝えて、早く逃げなきゃ。大丈夫？うわ。がっつり燃えてるよ。よく燃えたね。跡形もないや。これで、やっとエリア完成ね。うわあ、ほら見てみて、エルム君。向こうに駅が見えるよ。何ぼーっとしてるの？エリアはもう完成したのよ。残りはあと二つ。記憶を戻してほしいんでしょ。すいません。今、少しだけ、何かが思い出せたような。この家、気のせいかな。エルム君と何か関係のある家なのかな？いやー、ほんとよく燃えたね。あの家に入った瞬間から、何か焦げ臭い匂いはしていたけど、あれは火事になることを暗示していたのだろうか。エルム、何考えてるのか知らないけれど、考えるだけ無駄よ。あの家は焼け落ちる運命なのだから。はい。ハザレアの言う通り、あんまり余計なことは考えない方がいいよ。そうだ、フロックス。次のエリアは、君が待ちに待った遊園地だよ。遊園地？はしゃぐのはいいけど、ちゃんと記録は取りなさいよね。大丈夫、お仕事はちゃんとします。はぁ、本当に大丈夫かしら。まあまあ、フロックスがはしゃぐ気持ちもわかるよ。エルム君も遊んできていいからね。いえ、僕は。遊んでもいいけど、長いはしないでよね。もう、アザレア。遊園地にいる時くらい時間を忘れようよ。私たち、遊びに行くわけじゃないのだけれど。そうだ、エルム君。君が手に入れたアイテムを回収しよう。あ、はい。包丁以外のアイテムを奥に手渡した。なんで包丁だけ持ってんの？これだけかい？これだけです。なんとなく包丁は渡したくない。わ、なんか後々、重要になってきそうだな。そっか、了解。あ、遊園地見えてきた。残りのエリアもあと二つ。さっさと片付けるわよ。オークさんは多分気づいてるよね、あれ。気づいた上で渡したままにした。なんかありそう。うわ、また雰囲気が。また雰囲気がこれ。早速影があるし、とりあえずセーブさせて。あの池って、お魚さんとかいるのかな？いや、血だまりじゃん、あれ絶対ないよ。
これはさすがに、むしろこれが魚の血の可能性もあるし、違う可能性もあるからね。じゃあちょっと今回はこの辺で終わりにしよう。次回はこの遊園地エリアをね、引き続きかけらを集めて修復していきましょう。いや、なかなか、まだ奥がありそうな、何かがありそうなストーリー。次回もお楽しみにということで、バイバイ。